6つ -126 は、スポレフ設計局が開発したソビエト連邦発の早期警戒機である。つ -114 を改め設計した機体であり、NATO コードネームは、MOS。1958年から開発が開始され、試作機を含む9機が作られた。1984年までに全機体液している。冷戦が激化し、ソ連においてもアメリカ軍の核、 爆弾搭載爆撃機に対する防空体制の構築が図られたが、ソ連の領土は広く、地上配備のレーダーでは体制が不十分であった。このため、航空機搭載用型レーダーによる警戒体制も構築されることが構想された。レーダー勃起として、当初は、つイナス九95をベースとして開発することが検討されたが、レーダーシステムを搭載するには、 機体の容積が足りなかったことから、津9 5の胴体を拡大した、旅客機型の津1 1 4が選定された。試作機は1962年1月23日に初飛行し、翌年には量産が指示されたが、実用化にあたってのテストに手間取り、実際の量産開始は1965年からとなった。1968年までに8機が生産された。 主翼は後退翼であり二重反転プロペラのターボプロップエンジン4機を有する。胴体に窓はない。機種に空中給油プローブを有する。レーダーは後部胴体上に回転可能な直径12メートルの円盤上、ロートドームを1本の幅広パイロンで指示し装備した。レドーム内部にはリアーナと呼ばれる二次元レーダーを装備していた。リアーナは マイナス126用として1959年に設計されたもので PE-30 をベースとしていた。レドームは 10rpm で回転し、ミグマイナス -21 サイズの戦闘機を 100km、爆撃機を200から 300km、大きな軍艦ならば 400km で探知できた。しかし、エンジンの金属製、プロペラブレードが、 レーダーの性能に悪影響を及ぼしていたほか、ルックダウン能力がない、目標の高度を測定することができない、電子機器の信頼性が低く故障が多いなどの数多くの問題があった。レドームの他にも21カ所にアンテナを装備しており、テールコーンにも電子機器を搭載した。レドームの装備と電子機器の搭載による方向安定性低下を抑えるため、後部道体面には ベントラルフィンが装備された。つまいなす126はソビート西部リトアニアのシャウレイ基地に配備された。配備開始は1965年であるが、初めて西側に確認されたのは1968年のことである。1971年の第三次インパ戦争では、1機がインド軍に貸し出され、実戦参加を果たしている。つまいなす126は、 各地に展開して任務や訓練に臨むこともあった。電子妨害以外の攻撃能力を持たないツマイナス126は有事にはソ連防空軍の大型戦闘機ツマイナス128と連携することが想定され実際に訓練も行われていた。想定ではデータリンクによりツマイナス 128P を自動制御することを想定していた。そのため つまいなす126は限定的ながらも早期警戒完成能力も備えた。しかし実態はこれは運用レベルに達せず、もっぱら音声により誘導のみで運用された。つまいなす126は第一世代の早期警戒、完成機としては十分な性能を示したが、古い世代のレーダーを装備しているため、ルックダウン能力を欠いていたほか、目標の高度を測定することができなかった。 また、広大な旧ソビエトの領土に対して発揮という奇数は少なすぎた。後継のベリー FA-50 の導入により、1984年をもってすべての機体が退役した。つまりなす126三面図。ありがとうございます。